はい、どうも、ビーモリです。もうペナントレースも佳境、本当に絶対に負けられない戦いが続いていくわけですけども、まあ、ちょっと最近ね、吉田正尚選手も離脱してたということもあって、トレーニングの方をサボりすぎたと。これよろしくないと。やっぱ何も頑張ってない人間がこの頑張ってる人たちを応援する権利はないと思ってるんで、また再びあのマッチョマンを全力熱唱できるように、ちょっと今日はここもう京セラドームから一駅です、西長堀にあるパーソナルトレーニングジム、こちらのパーソナルトレーニングジムで吉田正尚選手になっていきたいと思います。マッチョに。どこに行ったり、あ、じゃあこんにちは、じゃあ本当はすごい、ね、いきなりマッチョが出迎えです。今日はよろしくお願いします。お願いします。こちらへ。やばいやばいやばい、お願いします。マッチョに連れてかれる。改めまして、あのイデア代表の青谷と申します。トレーナーの島田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リーモレルと申します。はい、お願いします。今回ご来店いただいた目的、筋肉増量、はい、で大丈夫ですか。まあそうですね、筋肉増量というか、まあ、具体的になんですけど、はい、あの吉田正尚になりたい。なるほど、オリックスの。はい、オリックスの吉田正尚になりたい。はい、素晴らしい目標だと。素晴らしい。僕オリックス応援 YouTuber として活動させていただく中で、はいはい、自分自身が吉田正尚になって、もう本人の気持ちも本人の筋肉を体感した上でっていう方がやっぱり気持ちも入ると思うし、視聴者の方にも伝わると思うんで、うん、やっぱり吉田正尚に僕絶対になりたいんで、はい、いや真剣に。素晴らしいです。ではですね、今吉田正尚になるためにどんなことをしているか、はい、一日のリズムを教えてもらっていいですか。はい、一日のリズムですか。はい、こんな感じでお願いします。ありがとうございます。はい、すっごいですね。はい、10時から12時まで、まあ、ひたすら応援熱唱熱唱という感じで、選手を応援する身として、やっぱ試合ない時でもやっぱり常に応援する姿勢を絶対につけておきたいしっていうんで、やっぱ午前中は応援歌に時間を割いてるという感じですか。はい、前にサウナも行って。あ、そうですね、もうサウナというのも毎日、はい、毎日毎日、はい、やはり体の中からもう無駄な老廃物とかもう邪念を出して生配信臨みたいとかあるんで。サウナ4時間。はい、サウナ4時間。めちゃめちゃ入るな。サウナ4時間。いい一日過ごしてるな。これをどう変えたら吉田正尚になれそうですか。まず応援歌のところ。はい。やっぱここでトレーニング入れてほしいな。あ、なるほど。正尚は多分ここでもトレーニング。なるほど。練習してると思う。やっぱよく言うじゃないですか。遊んでる間に俺は練習してたみたいな。いや、遊んでるつもりじゃない。わかりました。じゃあこの午前中に。トレーニングと。そうですね、そういう感じでいきましょう。はい、わかりました。じゃあ今からトレーニングお願いします。じゃあお願いします。お願いします。吉田正尚選手ってどういう特徴の筋肉ですか。まあ全体的にやっぱバッチョなんですけど、やっぱ特に足。はい、じゃあまずスクワットからいきましょう。スクワット、はい。スクワットやったことあります。まあ自己流ではあるんですけど、はい、一回ちょっと見ていいですか。はい、で結構足が浮いちゃうじゃないですか。はい、そうするとあのかがみにくくなる。はい、足はなるべくもうべったりとべったりつけて、はい、足の指をグッと握るようなイメージでやると後ろにこう折りやすくなるんで。はい、うマッチョマッチョめー、すいません。いいですね。じゃちょっと重さ出していきます。はい、ういういういそういう感じの。おい、おい、やばい、落ちる、やばい。おい、わしはマッチョ、マッチョめ、もう出てかいぞ、シュッチェル。声でカロリー使ってるやつあるか、これ。よいしょ、えい、よいしょ、ドン、うし、ドン、し、ゴッ、オーケー、いけんじゃん、これ今度100いきましょうね。100っすか。大台来ましたよ、気合いよ。おーおーおー
チャンズいたたまぬい。うわ、早くいきます。じゃあ前人未到の境地だわ。うっしょ、全然違う。ちょっと集中しよう、マジで集中。1、うん、もうちょっと下げましょう。マジで、まさたがもうちょっと下がってる。うわ、2、3、シッ、うわ、ラスト、やべえ、やっきりおばかり。どうですか。いや、まだまだ、まさたか、まだまだ、まさたかもっと。これ次何キロですか。210、えぐいっす。ちょっとマジ集中しよう。いや、マジ、あの視聴者の皆さん、トレーニングでふざけてダメなんですよ。まあ、こんな歌ってますけど、まあ、ちょマジで本当本気でやるとき、ふざけたし手がするから。うん、いろいろあるんですね、このジム。いろいろありますね。これケーブルですか。そうです。110。ふっしゃ。ふっ。せ。正孝選手、これいけます。余裕です。正孝の道はまだまだです。おう、ちょっと、すみません、もう一回やりたいです。本当にいけます。いや、いけるいけないじゃないですよ。やっぱり正孝選手もね、あの大きい怪我して、やっぱああいうの見てたら、じゃあ僕はその分踏ん張ってやろうと。よろしくください。応援歌熱唱してサウナ入ってるだけで勝てるわけないですよ。やるしかない。ただのね、一ファン一般人がこうやって挑戦するということ、これをね、あのファンの皆様、これが優勝に向けての力になれば嬉しいですね。マジで、オリックス、優勝だ！